おはメロチーメロだよ。今日はね、なんと初登場チーのかわいいかわいいまな娘の姫ちゃんです。まひめです。あだ名は姫ちゃんです。好きな動物はうさぎ。好きな教科は国語。大きくなったら何になりたいですか？あー、そっか、ママみたいになりたいか。なるほど、わかったわかった。まだ決まってるだけ。あー、今回一緒にね、出るから、じゃあここでママのことを聞いてみましょう。ママの好きなところ3つ言ってください。料理が美味しいところと、うん、かわいいところと、かわいい、うん、ファッションセンスがいい。あー、完璧やん。かわいくて料理できてファッションセンスがいい、最高なママやな。ママの一番好きなご飯は何？オムライス。あー、オムライスね。なるほどね、割と簡単。今後ね、動画に姫ぴもね、一緒に出てくと思うんで、よろめろでーす。今回は、結構、ちー、姫ちゃんとかにもおしゃれをね、させるのが好きなんで、インスタとかに載せてる写真を使ってコーデ紹介をしたいなと思います。チーもおしゃれ大好きで、まあ、姫もこういう可愛いお洋服とか大好きで、おしゃれにまあ2人とも興味があるみたいな感じなんですけど、ただセンスがね、合う合わないっていうのがね、あって、じゃあちょっとどんだけチーと姫ちゃんがセンスが合うかちょっと検証ね、してみよっか。せーので、好きな色言おう。せーの、ピンク。あ、ここあったね。あ、ここあった、ここあった。じゃあ嫌いな色よ、一緒にね、嫌いな色ね。せーの、グレー。あー、姫ちゃんの好きなブランド、お洋服のブランド、せーの、アースマジック。あ、よかった、よかった。いや、普段ね、結構ね、怖く可愛いじゃんみたいな、姫どうって、姫それよりもこっちがいいみたいな。結構一緒にお買い物とか行っても合わなかったりするから、あ、割とセンス合わねえなって思ってたけど、意外だったね。あ、よかった。イエーイ。ということで、姫に対して買う服がアースマジックだったりとか、あとロニーが多いんで、まあ、インスタの写真を使ってコーデ紹介をしていきたいと思います。はい、まずはピンクの洋服を着ることがすごく多くて、ピンクとか、あと白ピンみたいな、そのバリエーションが割と多いっていうね、うん、ね。ピンクも多いし、他にも黒の服も多い。本当、黒ママ買う？そんなあんま買わなくない？買わないけど着るときは多い。買わなかったらないやないかい。カーデとしてパーカーか着てるやつ、あれはフードのところがねシースルーで、しかも、基本的に中がインヒールになってるんで、ちょっとね、足の長さ漏れます。で、どう？実際さ、この靴疲れないかなって思ったのね。疲れる？足早歩きとか走ると疲れるけど、うんうん、あれ歩くと全然疲れない、うん、あ、そんなに子供にとってそんなに正直負担はないみたいです。歩かんかった、うん、ちょっとトンチン感やな。うん、歩かんかったら疲れやんの当たり前やな。うん、はい、次はこのコーデなんですけど、基本的に姫ちゃんはもう白ピンクみたいな服が多いんですけど、嫌いな色ね、グレー。たまにやっぱね、白ピンクばっか着てるとちょっとシックに黒をね着せたくなる時があって、トップスもスカートもロニーです。ミニスカートって可愛いよね、子供が履くと。だからチーは割と姫にミニスカートを履かせることが多いです。これに関しては上は結構カジュアルな感じでパーカーにして、下をひらっとしたスカートを持ってくることによって姫カジュアルみたいな、黒とピンク の組み合わせコーデも好きなんで、黒ピンのコーデもさせます。さっきのピンク色のスカートは姫のお気に入りのスカートです。そうだね、お気に入りだね。うん、ふわふわしてる感じ。そうだね。でん、今日のお洋服はどこのお洋服ですか、これ？アースマジックかな。アースマジックです。オフショルになってて、ここがリボンになってる。これちょっと見にくいんだけど、ワンピなんですよね。うん、これワンピ、かわいい。
え、これももうなんせこの肩のリボンが超可愛いって思って、 C はもうこれは絶対姫に買おうみたいな感じでゲットしたワンピです。それで姫は一番最初これをこうやって着ると思っとったの。今後もインスタとかあとブログとかに姫ちゃんだったりのコーデも載せてくんで、ぜひチェックしてください。してください。はい、って感じで今日のコーデ紹介は終わります。終わります。はい、よかったらチャンネル登録と高評価をやろめろー。